皆さんこんにちは、夏太郎です。動画を見てくださりありがとうございます。今回は私が一人暮らしをしていた頃の食費とご飯についてご紹介したいと思います。以前家計簿の動画を出した中で、食費は1ヶ月1万円で生活してますということをお話ししました。その時に何をどうしたら1ヶ月1万円になるんですかというようなコメントをいただきました。その質問の回答になるような内容になっております。回答がだいぶ遅くなってしまって申し訳ないです。ごめんなさい。はい、質問してくれた方、同じような疑問を持ってた方、そして今回動画で初めましての方も、1ヶ月1万円の食生活をギュギュッとまとめた内容になってますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速スタート。では次に1週間分の買い物の中身を紹介していきます。同じものばっかり買っています。こんな感じです。これで合計1310円から1510円です。で、1週間の予算が2000円なので、まだ少し余っています。で、残りの予算ではティッシュとかトイレットペーパーなどの日用品だったり、あとはここに載っているものの他でストックしておきたい食材や調味料を買っていたりします。はい、で、毎週ではないけどたまに買ってストックして常備している食材がこちらです。お米はだいたい2ヶ月に1回くらい5キロ入りのものを買っています。で、これも食費で賄っています。例に6月を挙げて説明します。1週間、2週間、3週間、4週間、5週間それぞれ2000円ずつの食費の予算となっていますが、5週間目は3日間しかないので食費が浮きます。そういう時に浮いた食費をお米代に当てたりしていました。はい、これら買ったものや常備しているものを使っていつもどんなものを作っているのかを次にご紹介していきます。まずお弁当のおかずについて紹介していきます。まずは卵焼き。卵3個で作ってだいたい3日分です。厚焼き卵用の四角いフライパンは持ってないので、丸いフライパンでオムレツのような形に作って切り分けて入れています。次、きゅうりの漬物。適当に乱切りしたきゅうりを、
タレにつけるだけ。これは大根で作っても美味しいです。次、もやしと人参のナムル。もやしと千切りの人参をラップしてチン。味をつけるだけの簡単料理です。次、蒸しかぼちゃ。切ったかぼちゃを少しのお水と一緒にレンチンするだけです。かぼちゃの季節のものなら甘いので味付けなしでも美味しく食べれます。小松菜やほうれん草のおひたし。 2,3 束を茹でて水気を切って、包丁で切ったらタッパーに入れて味をつけるだけです。小松菜やほうれん草のベーコン炒め。ベーコンや小松菜、ほうれん草をカットして炒めるだけ。たまに冷凍保存してるきのこも一緒に炒めたりします。あとは塩コショウで味付けすれば完成です。人参とベーコンのケチャップ炒め。切った人参とベーコンを炒めたら味付けはケチャップだけ。彩りとして乾燥パセリを散らしています。次はお弁当のメインになるお肉料理を紹介します。まず鶏胸肉の場合、全体を適当な大きさにカットします。半分は調味料と一緒に袋に入れて冷凍保存。これが週後半の分になります。使う時には解凍して焼くだけです。残りの半分は週前半の分です。袋に小麦粉と一緒に入れてまぶします。多めの油で揚げ焼きしたら余分な油を吸い取ってから味をつけます。次、鶏ひき肉の場合、半分は鶏そぼろ、半分はつくね照り焼きにします。鶏そぼろは生姜、砂糖、醤油などと火を通して出来上がりです。鶏のつくね焼きは生姜、塩コショウで下味をつけてこねます。丸めてフライパンで火を通します。タレを絡めながら最後に焼いて完成です。ちょっと豪華にしたいときはシソの葉っぱを巻いたり中にチーズを入れたりします。最後に豚バラの場合、豚バラ肉は半分はお弁当用としてえのき豚バラ巻きを作ります。えのきを豚バラ肉でくるくるっと巻いて焼いて火を通したら好きな味付けをします。味付けはポン酢、焼肉のタレ、醤油、めんつゆ、何でも美味しいです。残りの半分は冷凍保存して夕食に使うことが多いです。お気に入りメニューは豚バラトマトポン酢です。カットした豚バラ肉とトマトを炒めて味付けはポン酢のみ。めっちゃ簡単なのにこれがめっちゃ美味しいんですよ。普段トマトはあまり買わないんですけど、これを食べたい時はわざわざトマトをこれのために買ってしまったりします。ここで少しだけお弁当箱の紹介もします。お弁当箱はほぼ平日毎日5日間このトトロのお弁当箱を持って行っています。中は100均で買ったプラスチックの仕切りを入れていて、右半分がご飯、左半分におかずです。このプラスチックの容器を使うとおかずの汁がご飯に染みてしまうことがないので、炒めにくくもなるしべちゃべちゃにならなくて気に入っています。おかずを入れる場所がだいたい決まっています。ここのカップの中にはお豆さんやおひたしを入れることが多いです。カップの下のこの位置には炒め物などを入れます。で、その隣のこの位置は卵焼きを入れています。で、右側にご飯を入れたその上、ここら辺にはお肉料理をいつも乗せています。なのでお弁当用のおかずとしてはお肉が1品、卵が1品、お野菜のものが1品、お豆があれば毎日のお弁当が完成します。はい、よく作るお弁当のおかずたちを紹介しました。次に1週間の夜ご飯、1週間の朝ごはんについてお話をします。夜ご飯は基本ワンプレート料理に味噌汁かサラダをつけて食べることが多いです。よく食べるメニューを例として紹介します。釜玉うどんと味噌汁、レンチンした冷凍うどんに卵、醤油、ネギをかけるだけの簡単メニュー。お味噌汁は温めるだけです。次、サラダうどんと味噌汁。レンチンした冷凍うどんにちぎったレタス、もやしナムル、ネギなどをのせてごまドレッシングとかポン酢でさっぱりと食べます。お味噌汁は温めるだけです。次、パスタとサラダ。パスタは茹でるだけ、パスタソースは温めるだけ、レタスはちぎるだけ、
の簡単メニューです。次、レトルトカレーとサラダ。レトルトカレーとご飯は温めるだけ、レタスのサラダはちぎるだけです。気合を入れてお野菜を食べようという時に作る簡単スンドゥブ風スープです。小さな豆腐のパックをパコッとお皿に1個入れたら、もやし、人参、ネギ、きのこなどあるもの何でも OK なので適当に入れます。塩、コショウ、和風だし、キムチなどで簡単に味付けしたらラップしてチンします。気分で卵を落としたりチーズを足したりします。最後は締めのご飯で雑炊みたいな感じにして食べます。次、1週間の朝ごはんをご紹介します。平日はご飯とお味噌汁にオプションでたまに納豆がつきます。あとはお弁当のおかずでちょっと残りそうだなっていうものがあったら、お漬物をつまんだり卵焼きを一緒に食べたりすることもあります。休日はだいたいトーストとスープかお味噌汁の残りを食べています。おしゃれなブランチをしたいなっていう気分の時はフレンチトーストとカフェオレっていう時もたまにあります。ちなみにお味噌汁は5、6杯分をまとめて作っています。小鍋で作ってそのまま冷蔵保存しています。ご飯は2合分を炊いてだいたい5食分です。私はレンジで炊ける土鍋を使って炊いています。一人暮らし用のちっちゃい炊飯器って美味しく炊けないイメージがあってこれに変えました。これだと2合分でも美味しく炊けるので気に入っています。炊いたご飯は1食分ずつ小さなタッパーに入れて冷蔵保存しています。最後に先ほどのご紹介したメニューを組み合わせて1週間の献立表をまとめてみたので、そちらを紹介します。まず朝ごはん。朝ごはんはだいたいご飯とお味噌汁、オプションでたまに納豆がつきます。これが平日5日分の朝ごはんです。土日はパンとスープを食べていました。お昼は平日5日がお弁当です。だいたい日曜日の夜と水曜日の夜にまとめてお弁当の作り置きをしているので、月火水が同じ内容で、木金が同じ内容のお弁当になっています。で、夜ご飯はワンプレート料理にお味噌汁だったりサラダがついたりっていう感じです。たまにお弁当の残りがあるときはご飯、味噌汁、お弁当のおかずの残りっていう感じの時もあります。1週間分買い物したものとストックしているもので、こちらの1週間分のご飯が作れます。なので単純にこの1週間を5回繰り返すと1ヶ月1万円の食費で生活できるというような感じです。いかがでしょうか。悪く言うとちょっと質素すぎる、貧相、よく言うとヘルシーなご飯かなと思います。今でも本当にめんどくさい時とかはカップ麺とか、まあ快便に頼ってしまう時もあるんですが、簡単な料理って呼べるもの、呼べないものもあるかもしれないんですけど、お家にあるもので作って食べるっていうことが定着してから、体の調子も徐々に良くなってきたように感じています。これから自炊に挑戦したいという方とか、初めての一人暮らしとか、これぐらい簡単なものたちの組み合わせから始めてみるのもいいかもしれません。はい、1ヶ月食費1万円生活いかがだったでしょうか。質問に対する回答はできてましたでしょうか。できてることを願ってます。そして少しでも誰かの参考になれてたら嬉しいです。最後まで見てくださりありがとうございました。またコメントやグッドボタン、いつもとても嬉しいです。ありがとうございます。このチャンネルではミニマルで丁寧な暮らしに憧れて、私の気持ちや暮らしを整える様子をマイペースに発信しています。もしよかったらまた遊びに来てください。それでは。